唐津市が所蔵する美術作品を紹介するシリーズ番組、近代図書館コレクション。今回は川村清夫、紀仙図、御所車を紹介します。今回ご紹介するのは川村清夫さんの油彩画、紀仙図、御所車。1898年頃に描かれたものです。川村さんは最後の唐津藩主の孫である小笠原長成さんから庇護を受けたんだ。つまりこの作品は小笠原家ゆかりなんだよ。川辺に見える人たち、なんだか昔の時代の格好をしているな。そうなんだ。実は平安時代を舞台にしてこの作品は描かれているんだ。左上をよく見てみて。高貴な人が乗る御所車が描かれていて、その周りをお付きの人たちが連なって歩いているよ。よく見れば牛が御所車を引いているんだね。何人も取り囲んで歩いていて、中に乗っている人はさぞかし位の高い人だったんだね。反対に右下には女の人と子供が描かれているよ。親子かな。ゆったり座って御所車を眺めていて、服装も庶民的な格好をしているんだ。左上の御所車とは雰囲気が違うね。全体を同時に見ると、左上に御所車、右下に親子、その間に川が流れていて、なんだかこの2つを対比しているみたい。この川、とってもみずみずしいね。これがこの絵の特徴なんだ。油絵の具を薄く溶いて、それを何度も塗り重ねることで表される水の透明感。木々の緑色が水面に映って、とっても鮮やかな風景を作り出しているね。とっても綺麗だね。油彩画の魅力が現れているんだな。描かれた当時からジャン・バティスト・カミーユ・コローさんと比べて評価されたりしたんだ。コローさんは19世紀にフランスで活躍した画家なんだ。そうなんだ。油絵の具の重なりがこの透明感を出しているなんて、絵画って面白いな。この作品は小笠原長成さんの邸宅で描かれたんだけど、制作中当時の日本画の大家である橋本画舫さんがここに訪れ、川村さんと橋本さんは知り合いになったんだ。へえ、そうなんだ。これがきっかけになって日本美術院で個展をすることになったり、いろいろとエピソードを持つ作品なんだ。なるほど。今回はここまで。次回もお楽しみに。